オウム真理教による地下鉄サリン事件。あれから20年、国内テロに対する日本の対策はどう変わったのか。番組は日本の情報機関公安調査庁を緊急取材。激怒、もしも国内でテロが起きたら警察や自衛隊はどう動くのか。激怒、身近に潜む危険、警戒すべきテロとは一体何なのか。あの悲劇を二度と繰り返してはいけない。日本の国内テロ対策の今を総点検。今宵も徹底討論、激論コロシアム。こんばんは。こんばんは。またしても痛ましい事件が起きました。今週チュニジアの国立博物館で起きた無差別テロに日本人3人が巻き込まれ死亡。さらに昨日イエメンのモスクで自爆テロが発生し、テロの連鎖は止まりません。しかしテロの脅威は本当に海外だけなんでしょうか。今から20年前の3月20日、日本では地下鉄サリン事件が発生し、死者13人、負傷者6000人以上という未曾有の大惨事となりました。現場の一つになった東京千代田区の霞ヶ関駅では昨日慰霊式が営まれ、駅員やそして遺族の皆さんが犠牲者を悼みました。もしも再び国内でテロ事件が起こったら日本はどう対応するんでしょうか。そこで今夜のテーマはこちらです。日本は本当に安全なのか。国内テロ対策の現状に迫る。本日のゲストは元国家公安委員長古谷圭司さん、独立総合研究所社長青山茂治さん、元公安調査官菅沼光弘さん、タレントフィーフィーさんの4人です。我々はかつての教訓を今に生かせているのだろうか。日本で初めてのハイジャック事件が発生。事態の収拾に当たるべく政府は運輸政務次官を派遣。人質となっていたがその後解放された。司会の世論を沸かせてくれたおかげだと思っております。犯行に及んだのは9人の赤軍派メンバー。日本は北朝鮮への亡命を許してしまった。連合赤軍のメンバーと激しい銃撃戦を繰り広げる警官隊。鉄球で壁を打ち抜き強行突破。警官2人が殉職した。三井物産や三菱重工など大企業を狙った爆弾テロが頻発。昼下がりのオフィス街にガラスの雨が降り注いだ。爆弾テロに武装占拠、そしてハイジャック。過去に数々のテロ事件を経験したにもかかわらず。危ないですから下がって。吐き気、めまいに苦しむ乗客らが地下鉄から次々と運び出されていく。オウム真理教による無差別テロ、地下鉄サリン事件だ。国家転覆を狙い化学兵器の製造を進めていたオウム真理教。今ドアが来ました、今ドアが来ました。なぜ事件を防げなかったのか。全国的にオウムによる犯罪が、殺人事件があっちでこっちで起こってるのにね、刑事局がやるのか警備局がやるのかさえ決まってなかった。取締り側が全然体制が取れてなかったんですね。現在オウム真理教の後継団体であるアレフと光の輪の観察を行っているのが公安調査庁。こちらでございます。番組は公安調査庁を緊急取材。ここでは立ち入り検査などで得た後継2団体の分析を行っており、棚には極秘の資料がずらりと並んでいる。今年監察処分が3年延長された2つの団体、再び無差別テロを起こす可能性はあるのだろうか。またですね、麻原の影響力が教団には残っておりますし、サリン事件当時にいた出家信者が今いる出家のほとんどですし、危険性自体は変わってないと見てます。地下鉄サリン事件をきっかけに日本のテロ対策はどう変わったのか。相澤さんの解説です。
1995年3月20日に起きた世界初の化学兵器テロ、地下鉄サリン事件では13人の命が奪われ、傷者は6000人を超えました。オウム真理教は国家転覆を企て、70トンのサリンを製造して霞が関や皇居に空中散布する計画に向けて突き進んでいましたが、そんな暴走はもっと早く止められたのではないかと言われています。89年の坂本弁護士一家殺害事件では、行方不明になった当初からオウムの関わりを疑う声があったにもかかわらず、警察はオウムを捜査せず、94年の松本サリン事件では近隣の男性を犯人だと見込んで捜査を続け、ここでもオウムの犯行であることをつかめず、警察の捜査に多くの課題を残しました。その一つがサリンなどについての知識や準備不足です。事件後、警察は核兵器、生物兵器、化学兵器による NBC テロへの対応を強化、専門知識を持つ捜査員の育成や分析機器の整備などを進めています。そして広域犯罪への対応、警察法を改正し、オウムの場合のように都道府県の境を越えた犯罪について管轄区域外でも捜査できるようにしました。そして特殊な組織犯罪に対抗するため、情報収集や分析体制の強化を進めていますが、十分に事件の教訓は生かせているんでしょうか。そこで皆さんに伺いました。オウム事件の教訓は今のテロ対策に生かされているのか。まずこれは古谷さんにお伺いしましょう。教訓が生かされているというのは、まずその教訓、オウム事件の教訓としては何が、その科学的知見というか、こういう、まあ、化学兵器なかったですね。だからこれで例えば、そうですね、科警研なんかのね、警察のこの充実強化、これは今先生、その NBC テロへの対応強化という部分で十分であると。そうそうそう、含めて、それから今科警研といいますね、はい、科学技術研究所というのがあるんですけど、これのですね、人員とか専門の人間をですね、いろんな分野、この化学兵器以外でもですね、例えば、10年ほど前に思い出していただきたいんですが、 DNA 鑑定で横田めぐみさんのインチキの骨が来た時、実は科警研で分かんなかった、で帝京大学に持ってったら分析した、で今その帝京大学の専門の先生は科警研にいます、まあ、当時サリンという言葉自体も何だっていうところから始まりましたもんね。ただ青山さんは生かされていないというお立場でご覧になってます、はい、これは隣にいらっしゃる古谷さんにも聞いていただきたい話に越しますとね、今回サリン事件から20年ですよね、で10年経った時にアメリカのワシントンの南でこういう毒ガスを使ったテロをどうするかっていうね、国際戦略会議って開かれまして、で僕は一民間人ですけどそこに呼ばれまして、で呼ばれた理由どうして僕ですかって聞いたら、そのサリン事件を日本が一体その10年の間どう総括して、そのどんな対策が立ってるのか、その法改正はあったりするけれども教えてほしい、見えないので、むしろ民間人から話聞きたいと言われてです。あ、なるほど。で僕どうしたかというと自衛隊に行ったんですよ。これ今画像映ってますけどね、まだ何が起きたか分かんない時に自衛官、自衛隊の小隊がですね、小さな隊と書くこの真っ暗な地下鉄のコーナーに入っていきましたよね。そのリーダーだった自衛官に会いまして、で、陸上自衛隊に訪ねて行ってお会いしたらですね、いきなりこの嬉しいですと、私は初めてその私の体験した話をできますと言われたんです。なるほど、10年経って僕はびっくりしてですね、それはすなわち僕民間人ですから、その民間人と話すのは初めてで、その例えば古谷さんのような政治家であったり、あるいは自衛隊内部で話してるんでしょうって言って、違いますと、一度も聞かれたことないんですよ。ちょっと待ってください。ちょっと、はいはい、報告書を上げてなかったってことですか。報告書の提出も求められなかった、10年ぶりに初めて自分の記憶を話すことができました。でも古谷さん、それから10年経ったんでやっぱり変わったんですか。ちょっと待ってくださいね、これ一番大事なところで言いたいんですが、その自衛官とっても真面目な人でですね、原因を本人がおっしゃったんですが、これは要するに失敗があったからですと、その失敗があった部分を各組織がつまり隠さなきゃいけない、丸めなきゃいけないんで、私の報告書は求められないし、事件の総括もしてないんですよと。すなわち失敗とは当時何だったというふうにおっしゃってたんでしょう。例えば連携ができてませんでした、連携ができていないことで、部分的にはあったんですよ、さっきの古谷さんの話も、元国家公安委員長として部分的に、部分的にって悪いけども頑張ることは頑張るとおっしゃってるんですが、この時も事前にですね、例えば自衛隊の持っている化学防護服を警察に貸したりしてたんですよ、そのような連携はあったけど、本格的な連携はなかったから、それは今もあまり
根本的には変わってない変わってません。いや、あのね、もう基本的に変わってないっていうのはそれはちょっとありますが正確じゃないと思うんですよ。やはり今はですね、相当自衛隊と警察と、うん、それから海上保安庁、うん、この連携っていうのはかなり、もう進んでますよ。いや、もちろんマシにはなってるんですけど、じゃあ一つずつやってるんですよ。ただ一方であの当時公安にもいらっしゃった教訓が生かされてるかどうかって、当然そういう教訓を出してブラッシュアップしてる。いや、生かされていないというような話、失敗が共有されてないってことを言ってるんです。どうしてでしょう。あのね、まず最初にね、あれなんですけど、一番残念なのは破防法が適用されなかった結果、要するにね、このオウムの事件っていうのは一体何だったのかと、全貌ですね、全貌、これがね全然ね総括されてないんですよ。で、国のね国家としての、なんて言いますか、レポートもまだできてないんですよ。そうです。改めてその破防法、視聴者の皆さんにもお伝えしておきますと、こちらですね、破壊活動防止法で、これでいわゆる破防法と呼んでいます。だから暴力主義的破壊活動を行った団体に対して、その活動を厳しく制限、さらには公共の安全確保に寄与することを目的に団体を解散させることができるとしています。いわゆる国家体制を揺るがすようなそうした犯行に及ぶ可能性がある団体に対して適用が可能だということです。で、これはまあ公共の安全確保ということなんですが、オウムの話に関しては先ほど古川さんおっしゃったように当初公安の方はこれを適用すべしと、ところが最終的には古谷さんの方からおっしゃったように当初公安の方では適用してほしいと、ところが最終的には適用されなかったと、これは公安審査委員会がね、これは改めてどういった問題がやはり適用されるべきだったという、私はそう思いますけれども、ただ、ね、なぜ適用されなかったっていう理由、いろいろあるんですけれども、そこが問題なんですね。で、いろんな理由あるんですよ、なぜ適用されなかったかと、その最大の問題って言いますのは、これは破防法そのものにあるわけですよ。破防法っていうのは昭和27年に制定されたんですけれども、その当時のね、その当時の社会情勢、いろいろありましてね、その最初にあった原案がどんどんね、要するに変えられてきまして、それでできた法律といいますのはね、結局おそらく適用できないような、ね、感じの法律なんですよ、これは、一般的には、それはなぜかというと、この法律といいますのは、ね、なんて言うんです、憲法に保障されている結社の自由という基本的人権がありますね。これを侵害するものだと、したがって多くの法律家はね、当時要するにこれは憲法違反の法律だと、こういうことがずっと言われてきたわけですよ。今も多数派はそうですからね、だからそういうことで、みんな叱るべき法律をやってる人たちっていうのはみんなこれをね適用するのにちょっとね、ちょっと腰が引けるんですよ。でも実際適用すべきだったというふうに、私も将棋等々でですね、公安審査委員会の方に出したときに、おそらく適用される可能性が極めて高いんじゃないかと、私らはそう思ってました。そしたら、ちょっとその詳細な中身は誰がどう言ったってことはこれ言えませんけども、結果としてギリギリでダメだったんですよ。現在もそのかつての麻原彰晃を神格化するような形で、後継団体があると、この後継団体にはじゃあ破防法適用すべきか、基本的な協議が変わってないんだから、その本来もう一度少なくとも審査にかけるべきで、で今おっしゃった指摘は非常に正しくてですね、古谷さん非常に抑えておっしゃったけど、公安審査委員会の中に評論家もいらっしゃってですね、でその評論家がその例えばオウム真理教は破産してるからとか、そういうことを仮におっしゃったとしてです、根拠は一体何なのか、破産してたらもうテロやらないのか、逆じゃないのかと、だから明らかにその専門家に特化した判断が必要なんですけど、だからもう一度そこを法改正をして、そのアレフであれ光の輪であれですね、少なくとも審査のテーブルに載せないといけない、破防法そのものの、運用適用のあり方というのは、これはきっちりとしておかないと、当時ですね、破防法の改正をするかどうか、菅沼さんあの時はまだ現職だったですかね、破防法を改正すべきだとっていう議論もあったけど、最終的に団体規制法っていうところで落ち着いちゃったんですよ。で、これはね、いろんな経緯があるんで、そのことを私が批判するのは好ましくないんで控えますが、しかし今団体規制法によって、アレフと、光の輪は指定対象になってる、観察処分の法
対象になってるんですね。で、麻原彰晃が崇拝しているのはアレフなんですよ、うん、これは圧倒的に7割ぐらい、うんうん、でこれはもう彼の思想をそのまま受け継いで暴力的と言われている、うん、で一方、まあ、上優がですね、うん、やったのは光の輪はですね、むしろそうじゃないと。で彼にはね、実はね、その規制法による観察処分を逃れたいっていう意思があるから、なるほど、距離を置いている、そうそう、距離を置いているような顔してるだけで、中身の実態は全然変わってないですよ、7億円もね、金持ってるんですから、うん、彼らは。さあ、テロへの警戒はカルト教団に限ったわけではありません。続いてのテーマはこちらです。もしも今後国内テロが発生したら、日本はどう対応するのか。日航472便を乗っ取り、ダッカ空港に着陸した日本赤軍は、1977年に起きたいわゆるダッカ事件、人質は身代金と引き換えに解放されたが、犯人の言いなりになった日本政府の対応に批判が集中した。この事件をきっかけに警察に設置されることになるのが特殊吸収部隊サット。高度な技術を持つテロ対応のエリート部隊で、警視庁など8つの都道府県に配備されている。元警視庁サット隊員伊藤浩一氏は、欧米と遜色がないくらいの技量を持ってますし、テロリストがですね、例えばハイジャックをしたとかですね、政府の重要施設に立てこもった場合はサットで十分対応できますので。大阪で起きた三菱銀行人質事件では、大阪府警の特殊部隊が現場に突入、事件を解決に導いた。テロ行為に対応する特殊部隊は警察以外にも、海上保安庁特殊警備隊 SST、 シージャックなど海上テロへの対応が主な任務。実績は基本的に非公開だが、去年問題になった中国船による赤サンゴの密漁事件など、実戦への出動回数は日本最多とも言われている。さらに自衛隊にもベールに包まれた組織が、陸上自衛隊特殊作戦群。防衛省が公開しているのはこの写真1枚だけ。ゲリラなどによる攻撃に対峙する陸自唯一の部隊なのだが、果たしてその実力とは。陸上自衛隊出身で危機管理の専門家、山下照夫氏は、陸の中の精鋭の隊員を集めて、で特別な訓練をしているんで、最精鋭の部隊になっていると。そこの軍長をやったものとかにいる話を聞いていますと、もう世界に誇れるあの部隊になりつつあると。それぞれが強力な部隊を備え、テロ対策は万全と思いきや、本当にってのが十分できるんだろうか。この番組は東建コーポレーションとご覧のスポンサーの提供でお送りします。桐谷美玲が応援します。あなたのお部屋探し、ホームメイトが応援します。あなたのお部屋探し、お部屋探しはホームメイト。愛は素晴らしい奇跡を起こす、心の絆確かめて、明日の風に漂いながら夢の向こうへ。愛知銀行です。マンションにお住まいの皆様に朗報です。ウレタンホース貼り付け加工、4層構造で耐久性アップ、20年保証の耐震ライニング、排水管補修の決定版。お問い合わせは PCG テクニカへ。マンションにお住まいの皆様に朗報です。ウレタンホース貼り付け加工、4層構造で耐久性アップ、20年保証の耐震ライニング、排水管補修の決定版。お問い合わせは PCG テクニカへ。家族の思いが
生きているお葬式、それは明日からの人生を踏み出す力になる。葬儀会館ティア、キャンペーン実施中。これは警視庁サットが初めて公開した訓練の貴重な映像。スナイパーの実弾射撃、人型の的の首元を寸分の狂いもなく撃ち抜いた。警察以外にも海保自衛隊にそれぞれ精鋭部隊が設置されているのだが、実際にテロが起きた場合こんな問題点が。いろんなその関係機関がですね集まって、問題はそこのイニシアチブを誰が取れるか、どこに命令系統があるのか現場の人間もわからない。わからないでしょうね。陸上自衛隊で旧第5師団のトップを務めた山下氏も、緊急事態が起きてこれはどの法律を対応適用すればいいかって明確じゃない場合も当然あるわけですよね。六法全書を開いて、うん、これはどの事態だからこれで出ようかとかですね、本当に現場の連携というのが十分できるんだろうかと、組織の連携、実は過去にこんな問題がありました。まずテロに対処する精鋭部隊についてどういうものがあるのか見ていきます。主要都道府県警には刑事部にシット、そして警備部にサットが設置されています。シットはあくまでも犯人の逮捕が目的ですが、サットはシットの手に負えないような凶悪な事件で現場の制圧をすることが目的となっています。また自衛隊にも陸海空それぞれに、海上保安庁にも特殊部隊が設置されています。警察、自衛隊、海上保安庁はさまざまなケースで連携が求められますが、元サットの伊藤さんによりますと現場はバラバラ。地下鉄サリン事件でも現場が統率されておらず、警察や自衛隊などの車両が殺到したために救急搬送路が塞がれる事態が起きたといいます。また元陸上自衛隊の山下さんによりますと、緊急事態でも対応できないことがあるというんです。97年鹿児島県の下甑島に中国からの密航者20人が上陸した時も、島に駐在していた自衛官には警察に与えられている捜査の権限がないため、苦し紛れの訓練名目で密航者を探したというんです。どうしたらうまく連携できるんでしょうか。まあ、ちょっとその前にこれ古谷さん、僕初めて聞くのもあるんですよ、 SST とかね、その自衛隊のこの実力というのはどうなの。いや、これはね、例えば SAT ってね、 SAT、うん、これは実は千葉とか東京の都下にですね、うん、特別な訓練所があるんです。でもちろん中身は言えないんですが、もう極めて高度です。まあ、サッとシットはね、この間そうあの渋谷の立てこもり事件の時に、ね、で実際にメンバーの人も家族にも自分がサッとに入ってるということは知りません。この海上保安庁の SST というのは一番、もうこれも海上保安庁の SST は海の上でのその訓練をしてます。実はさっきちょっと映像に流れてたのは、私が公安委員長の時に初めて公開をして、サッとと海上保安庁の訓練を合同で F1 でやったんですよ。うんうん、でその映像なんですよ。どうしてこれを公開しようと思われたんですか。いや、これはやはりね、国民に分かっていただきたいから、それだけの訓練をしているということ。ブラインド訓練もやってるんですよ。吉野さんのさっきの疑問に答えると、特に海上保安庁の SST って知られてないでしょ。うん、この SST だけでね、諸国の海軍の特殊部隊、うん、匹敵するか、それ以上の能力、個別の能力はあります。いや、そうするとね、フィーフィーにバカにされるかもしれないけど、日本人は大丈夫なんじゃないか、こんなもんがあるんだったらと思うんですけども。いや大丈夫じゃないです。じゃあそこで連携ってことなんですか。そう、連携っていうとこう名前優しいけど、要するに司令部がないんですよ。そうですよね。統一した司令部がなくて、しかも市民生活に食い込んだ形でテロが起きるとですよ、市民いらっしゃるわけじゃないですか。だからしていいことと悪いことが判断できないじゃないですか。でも古谷さんはやっぱり、はい、だって教訓を生かして盤石であると。例えば警察だって銃器対策部隊があって、それはもういろんな銃器の対策で、それに手を負えないときにはもう必ず次はサットが入ってくる。それで治安出動になったら自衛隊が出てくるって、そういう連携はピチッとシームレスにはできてます。ただしおっしゃるように、おっしゃる
これじゃあ本当に速やかな指示命令系統がっていうことになるとですね、これはやはりこれからもっとこの事件の時は警察がまず対応で、ここは司令部なんだっていうことになった時に、基本的に何かこうですね、海で起きた場合には海上保安庁がまず嫉妬がやってですね、陸上に登ってきた瞬間にもうさっと構えてるわけですから、それでそこを対応するっていうシステムはできてます。そもそも法律が ちょっといいですか、言ってんだけど、古谷さんがその立場上苦心して言われてるわけですけど ね、例えばですね、そのサットってみんな知ってるでしょ、警察の、はい、最近これよく聞きました。これサットって国にあると思いますか。それはこれ国じゃないんですよ。警察って何ですか。だから自治体なんですよ。なるほど。国家警察がないんです、日本は。だから国軍がなくて自衛隊しかないと同じように、実は警察も国家警察がないんで、いざ現場に出た時は警視庁のサットと大阪府警のサット、例えば、お互いがどんな訓練してるか知らないんですよ。古谷さんが家族にも知らせないとおっしゃったでしょ。菅沼さん、これはもうだから一緒にやらない。まずそのね、基本的なことをあれしますとね、まあ、いろんな組織の名前が出ましたけれども、テロっていうのは、これはね、まず警察が事務的に対峙する、やるところなんですね。したがって、ね、その自衛隊はどうするのというときに、要するに警察ではもうお手上げだと、警察の装備では、あのサットではもうお手上げだというときに、じゃあ自衛隊に援助してもらいましょうと。だその辺のところのね、要するに指揮命令系統っていうものをまずね、きちんとね、統一しなくちゃいけないんですよ。ところがね、その自衛隊はテロはこれ俺のやつだと、俺のあれだとか、警察はこれ俺のやつ、こういうのばっかりやってるからいけない。まず法律もそれぞれ違います。警察、自衛隊、海上保安庁、それぞれ警察法であったり自衛隊法であったり海上保安庁法であったりと、まあ、すなわちこう一つにこう統括するような指揮命令系統を、まあ、一本化していくような組織が必要か否かと。やはりこれは必要。いや、もちろん必要どころか、もう直ちに本当は作らなきゃいけないんですけど、これなぜこれまで作られてもらったんですか。これ公用法律の一番上にあるのは何ですか。警察。いや違います。一番この法律の一番上にあるのは当然憲法でしょ。なるほど。その憲法が昭和20年できた時には、このテロなんて予測してないから。なるほど。緊急事態への条項がないんですよ。だから憲法の底ができないと、あるいは変わらないと、あくまで国家間の戦争というようなものを規定しているような憲法、そこはね、ちょっと異論があるな。それに対しても本当は規定がないんですけど、それはね、ちょっと僕ね、異論があるの。別に憲法に書こうが書く前がこういうものっていうのは、要するに具体的に組織が連携をどう取るかって、生身の人間同士の、ね、システムを作れるかどうかっていう問題ですから。例えばね、この幹部同士が人事法律、日本は法治国家ですよ。法治国家だよ、もちろん。だから法律憲法がまず変わらないで、個別にやれってやってきたから何十年経っても変わらない。それはそうじゃなくて、例えばね、例えばいいですか、ちょっと言わせてください。いろんなね、ちょっといいですか。お疲れ様でした。お話しされてすみません。やっぱりね、例えば日本で、ね、問題だとおっしゃるけど、これはね、どこの国もね、同じように縦割りの弊害っていうのはやってんですよ。アメリカだってね、国土安全、それを克服するためのシステムがあるじゃないですか。例えばアメリカでもイギリスもフランスでも。いや、そうじゃなくて、いや、今アメリカだって、例の国土安全保障省だってですよ、ね、CIA と FBI がね、人間だからそうだけど、日本よりはるかにマシじゃない。そういう意味で言うと、どういう手順でこれを今後変えていくべきでしょう。我々はね、今NSC というのを作ったわけですよ。日本版 NSC というのはね、これはまだ過渡的な問題だからごちゃごちゃやってますけれどもね、これだってこういうね、巨大なテロなんていうのは、これは国家の安全保障に関わる問題ですから、やっぱりね、もう少しね、整備をして、こういう事態が起こった時にはね、 NSC のね、指揮命令のもとに全ての組織が動くというような、ね、システムを作り上げないと、今のままでは絶対ダメですね。古谷さん、やっぱり20年前 のサリン事件の教訓は生かされてないっていうような感じを僕ら受けてしまう。サリン事件のああいう事件に対しては、もう十分生かされていると思いますよ。ただし今言った NSC っていう、ね、国家安全保障会、こういったものをいかにどうやってか、もうできたばっかりなんです。これはもう安倍総理になって、もう安倍総理がもう初当選された頃からね、ずっとこれが必要だと言ってて、第一次安倍内閣の時にもこれ挑戦したんですけど、残念ながら1年で終わっちゃったもんでできなかった。今度は初めてできたわけですよ。だから今度はまだ稼働したばかりですから、やっぱりこの機能をこれから強化をしていく必要があるというのは、もう菅沼さんおっしゃる通り。そういう意味で言うと、先ほど海外どうなっているんだと話ありましたね。体制見てみましょう。相澤さん、はい。異なる組織が連携するためのマニュアルとして広く取り入れられているのが ICS という指揮命令系統を統一するためのシステムです。もともと
山火事への対応としてアメリカで発展したもので、 9.11 の同時多発テロで有用性が実証され一気に広まりました。複数の組織が連携するために共通の用語を使うようにし、情報を共有するためのルートを明確化。また現場に指揮所を置き、各組織のリーダーがここに集結、すべての作戦命令がここから出されるようにします。すでに多くの国で導入されていて、危機管理ジャーナリスト中澤さんも日本も早く導入すべきとおっしゃっています。カリフォルニアで山火事が多発してたところから始まったと言われてますけど、素人考えにこういうのは、うん、早くやればいいんじゃないかと思うんですが、なんか問題があるんですか。いいですか、じゃあ、実は ICS の考え方を災害対策基本法の改正とか、そういうので非常に取り入れてます。そのエキスはね、一つは、ね、一元的管理 なんですよ。シームレスに管理する、まあ、それからオールハザードアプローチっていうのもあるけども、まあ、これは、次の段階だけど、一元的管理はできつつあります。災害対策基本法の全部改正をして、まずは危機管理官がやる、それでの時は防災担当大臣がやる、防災担当大臣が自分でない時は速やかに、今度は災害対策法27条にやって、じゃあかなりそれに近いものになると思っていいですか。青山さん、青山さんのおっしゃってることはもちろん分かりますが、早い話が自衛隊と警察の間で無線通じないんですよ。無線が通じない、連絡が取れない、それで ICS の考え方は尊重してても、先ほど情報共有ルートに無線が通じなくてどうやって連携するんですか。それをやるのが政治でしょ。それはクリティカルな、それは無線通じさせるのは法律の問題あるんですか。まあ、それやっぱ結局法律の問題はなくてもね、そうでしょ、欲求がないんですよ。さっきの細川さんの問題提起に関連して言うとね、僕が言ったのは、例えば憲法にそういう条項があったら、日本は真面目だからそこに向けてみんなが告白しようとするじゃないですか。今はバラバラにやってても大丈夫だから、これは政治判断でどんどん進めていくべきところ。いや、僕はね、でもね、青山さんの憲法ね、今言ってね、自衛隊とかね、自衛隊とか警察とか、それぞれの役所が全てね、それぞれのね、歴史と伝統があるわけでしょ。公安には公安の、警察には警察の、自衛隊には自衛隊の、今ね、直ちにね、こういうね、システムを、アメリカ的なシステムを日本に持ち込んだってね、全然馴染まないんですよ。それは日本型の ICS をやればいいんですよ。私思うのは、ああやってバラバラだっていうのが一番怖いのは、現場にもしみんなそれぞれに来たとしても、ちょっとやりにくいなっていう時は、自分たち責任取りたくないから、なんかこう出るのを渋ったりして、結局そういう風になっちゃうから、やっぱり一つにまとめてもらわないと。いいですか。なるほど。確かにね、そうやってこの通信を統合化するとか、それはやるべきだと思いますよ。で、この、なんだったっけ、ICS ですか。これもね、確かこれは、まあ、アメリカ流のですね、こうシステム化していく、あれマニュアル化していく、これ典型ですよ。だからそれ自身はね、いいところもあるんで、取り入れるべきところは取り入れた方がいいと思います。ただし僕はこれがね、万全ではなくて、これ2004年作ってますけども、2005年にハリケーンカトリーナの時、全くこれ作動しなくてですね、指揮命令系統がもう混乱して、もう対処が遅れたっていうことも事実です。その一つのポイントは、やっぱり現場の士気がですね、全然上がってないということもあったわけですよね。で、僕はその点ではね、例えばこの間の原発のね、事故の時の亡くなられた吉田所長、ああいうような方がですね、やっぱりこの士気が高まった現場で中でこそね、こういう ICS が、ね、生かされるんじゃないかなと。細川さんね、あの時吉田正尚所長は権限超えてやったんですよ、そうですね、だから両方いるんですよ。だからね、そういう人だからやったけども、権限が、本来は権限が担保されたから、僕は今言ったよね、士気が高い人がやるというのと、システムがあるというのと、両方がいるということを言いたいんです。今ですね、日本はこのテロにも警戒するべきなんではないでしょうか。テーマこちらです。今後警戒すべき国内テロとは。実はあの施設が危ない。アメリカボストンマラソンで起きた爆破テロ事件、使用された武器はなんと圧力鍋を改造した手作り爆弾だった。犯人はインターネットを見て作ったと供述している。日本でも 3D プリンターを使い拳銃を製造した男を逮捕。もはやどこに武器が潜んでいてもおかしくない。だが果たして現在の日本にテロの火種はあるのか。危機管理の専門家に聞いた。可能性としてはですね、
あると思います。現代の若者は目的といいますかですね、そういうものを見失っている時代のもんですから、宗教的なそのカルトに影響を受けてですね、もしくはそのイスラム過激派の問題にですね、つながって過激化するケースっていうのはあり得るだろうと思います。政府は5年後のオリンピックに向けテロ対策強化を宣言。先月行われた東京マラソンではランニングポリスを試験的に導入するなど積極姿勢を見せている。そんな中、国内テロの標的について福田氏は、今後警戒すべきテロリズム の一つは原発テロだと思います。現在の日本にテロの火種はあるのか、危機管理の専門家に聞いた。可能性としてはですね、あると思います。現代の若者は目的といいますかですね、そういうものを見失っている時代のもんですから、宗教的なそのカルトに影響を受けてですね、もしくはそのイスラム過激派の問題にですね、つながって過激化するケースっていうのはあり得るだろうと思います。政府は5年後のオリンピックに向けテロ対策強化を宣言。先月行われた東京マラソンではランニングポリスを試験的に導入するなど積極姿勢を見せている。そんな中、国内テロの標的について福田氏は、今後警戒すべきテロリズム の一つは原発テロだと思います。ありがとう。初めて出会ったその人に心を込めて思いを伝える。ありがとうから出会いが始まる。土地活用の刀剣です。ありがとう。ありがとうが好きだから、おいしいが好きだから、地元が好きだから、笑顔が好きだから、あなたが好きだから、好きだからが私たちの源です。マックスバリューチューブ。もしも家族の思いが生きているお葬式、それは明日からの人生を踏み出す力になる。葬儀会館ティア、キャンペーン実施中。アンサークリエーション、アンサークリエーション、アンサークリエーション、アンサークリエーション。スマイル選びの答えを作るアンサークリエーション。こんにちは。来たよ。いらっしゃい。すっごい綺麗。本当に綺麗。ねえ、これって本当に中古？古い住まいを新たな住まいへ、アンサークリエーションからの新しい提案です。鬼を退治した桃太郎はもうダメ。ジャパンレンタカーのハイエース版なら1日6800円、2トントラックも1日6800円。何？6800円？ジャパンレンタカーならアルミ版、冷凍車、クレーン車、働く車が勢ぞろい。オーマイガー。引っ越しから商売まで24時間営業のジャパンレンタカー。ここまでは刀剣コーポレーションとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。日本は数百年ここを捨てることになるかもしれません。今年の秋に公開される映画天空の鉢、日本の原発がテロリストに狙われるという国家危機を描いた問題作だ。これは映画だけの話なのか。テロ対策の専門家はこう警告した。日本が今後警戒すべきテロリズム の一つは原発テロ。原発というのはミサイルとか爆弾を使わなくてもですね、比較的ですね、簡単に原発事故を起こすことが可能なんだということが、福島第一原発事故によって世界的に知られることになった非常に危険な原発テロに対するリスクを高めたと思います。つまり日本の沿岸部に建設された原子力関連施設がテロの危険にさらされているということなのだ。さらに原発トレイの対策として国際原子力機関 IAEA は従業員の身元調査を国主導で制度化するように要請しているが、
日本は法制化を見送り徹底できていない。果たして日本の原発は大丈夫なのか。はい、原発に関しては菅沼さんもこんな警鐘を鳴らしています。テロリストに原発が狙われる、日本は自覚すべきだ。この話はまあ20年ぐらい前から時々出て耳にはするんですけど、やっぱりそのこれは非常に危険な問題で、今注目しなきゃいけない問題ですね。そうですしね、まずね、テロっていうのは何もね、暴力とか何とかっていうのがありますけど、単なるそういうことじゃないんですよ。このテロをやることによって、例えば脅かすとか、ある国を脅かすとか、あるいは要するにある種のね、要するに耳目を集めるとかね、そういうことでやる、いわゆるの政治的な行動なんですよ、そうしますとね、まずその例えば日本をね、日本を要するに威嚇するというような場合にね、この福島の原発っていうのは、原発事故って言いますのはね、そのもしそういうことを狙ってる、要するにテロリストがいるとするならば、これは国家かもしれませんけれども、要するに非常に面白いあれを与えたわけですよ、だってそうでしょ、未だにまだ騒いでるわけですから、これほどね、要するに世の中の注目を集めるものはないわけですよ。それからね、残念ながらね、あの原発事故のところでこの原発の内部構造っていうのがね、かなりオープンになっちゃったわけですよ、そうしますとね、どこをどうすればね、やられるのかっていうようなね、技術的な問題もね、みんな世の中に公開されちゃったわけでしょ。それからさらにね、今一番問題になってますのは例のサイバーテロです。要するにその原発でもそうですけど、そういうインフラって言いますのは、まあみんなコンピューターで動いてるわけでしょ、で原発は、福島の原発はそうでしょ、全部コンピューターになるでしょ、コントロールされてしまうと、でそこへ入ってきて、例えばこれを破壊するとかなんかっていうようなことでね、実際韓国に対して北朝鮮が原子炉に対するサイバーテロをしてたとか、これでもテロっていうふうに考え方したら、大きく破壊しなくてもその日常生活にイメージ、ダメージを与えることがありますよね。注目を集めればいいわけですよ。これはどういうことが考えられますかね、今後日本の。今塚村さんがおっしゃった通り、福島原子力災害はテロリストにヒントを与えまして、一つは日本社会に不安を起こすには、放射線、放射能を持ち出せばよいと、そうするとですね、吉住さんおっしゃった通り、その別に壊れてなくても、とにかく例えば小型携行ミサイルで打ち込んで、縦屋にひびが入っただけでも、本当はそこからこの放射性物質が出ることはないけれども、それだけでもう怒涛のような非難が起きますよね、でその過程でたくさんの人が傷つき、場合によっては亡くなるということもあるから、だからそういう意味でその日本の世論の一番弱い部分だってことを見せたという点と、それから壊さなくても、壊すのは難しいんですよ、これは本当に分厚い建屋ですから。でもこの今の映像に出てるように、これ何で起きたかというと、その建屋が壊れたんじゃなくて、これ爆発したけど、それは外枠が壊れただけなんで、冷やすことができなくなっただけで、お釜の中で作られたその放射性生成物質から内部構造の問題ですから、ね、熱が出るということは分かっちゃったんで、とにかく水が来ないようにすればいいんだということをヒントを与えたので、どう今テロの対応策としては、現状としてはどう見てますか、十分かな。いや、とても日本が強い部分と弱い部分が実はあって、というのは強い部分というのはですね、その国内にあるサイト、原子力発電所の全部武装機動隊の人たちが常駐しているというのは世界で日本だけなんですよ。これあえて申しますが、 9.11 の前に一民間人の僕が提案したときに、今危機管理官の西村康彦さんが警察庁の警備課長で、一民間人の言うことをまともに聞いてくれて、それに着手したんです。これ日本の良いところです。官民問わず意見はちゃんと組み上げてくれるんですよ。でそういうところはできてるんですが、一つは菅沼さんのおっしゃったその裁判に対しての備えができてないのと、原発は膨大な作業員が、つまり電力会社の外から入ってきますから、その身元チェックを、日本は個人情報の保護ってことは壁になって、世界で唯一できないんですよ。だから例えば北朝鮮の関連の作業員は明らかにいると、警視庁の本音はそうですけれども、そして似たようなところでサボタージュが起き、似たようなところで異変が起きるのに、その作業員の身元チェックはできない。これね、僕も青山さんおっしゃったその最後のポイントってものすごく大事なことでね、ここ外国人原発職員の身元チェック、これはねやっぱりこう、まあ、明らかに法制化すべきなのに、プライバシーの問題とか言って慎重になってるでしょ。実際の運用は多重したわけで、かなり下の方ではなかなか難しい。問題はただそれだけやらなきゃいけない。もっとね大事なことは、そこの本質論がですね、
日本の場合は原発は民間企業がやってるっていうことなんですよ、うん、電力会社が、ね、フランスとかは、ね、85% 国家の資本、ほとんど国有の企業がやってるわけですね、そうするとこの管理の仕組みもですね、相当違う。だからそこはその民間企業としてどこまでのことをあの企業にやらせるのか、まあね、国家はどこまで入っていくのか、根本論まできちっとやった上で今のような議論をしなきゃいけないんですよ。あの、ね、今言ったあの個人情報保護ね、やっぱこれは、ね、非常に大きな壁で、実は私災害対策基本法を改正した時に、社会的弱者、障害者、みのみさん事前に情報を出そうということを、なるほど、公共団体猛烈な反対だった、あ、事前に把握しておきたいから、そうなんですよ、情報集めたいところが出せません。でも 3.11 の時にはやはり障害者が圧倒的に犠牲者多かったんですよ、社会的犠牲。だから今度は何とか説得をして、その、個人情報保護の例外を作りました、でそういう事前情報をきちっと、まあ、あの管理をするということを前提にあらかじめ、外に出して地方公共団体が把握をできるってことで。でも今僕ちょっと今すごい不思議なんです、青山さん先ちらっとおっしゃいました、はい、なんかそういうなんか原発の施設の中に北朝鮮関連の人がいるかもしれんという疑いを持ってるところあるんですか今現在。いやだからそれはどうですか。だからそういうことでやっと風穴が開けられたんですよ、個人情報。だからこれからは今ね、細川さんの言うようにそういうところまでどんどん個人情報保護の例外規定を設けてちゃんと法律で担保していく。それは全く賛成。それ怖いですよ。ちなみにですね、いや大変怖い。先ほどフランスの数字出ましたけれども、原発大国フランスでは最近こんな出来事がありました。フランス東部にあるビュジェ原発です。去年11月、施設の上空に何者かが操縦する無人航空機、ドローンが侵入しました。フランス国内では同様の事例が今年に入っても相次いでいます。幸い被害の報告はありませんが、もし小型爆弾などを搭載していれば原発の機能を止める危険性も指摘されており、フランス政府は対応を急いでいます。これ安倍さん、やっぱりテロっていうかね、はい、こんな、まあ、これ僕らでもおもちゃですよね、言いなればこれも手に入っていろんな思いもつかぬことがこれから起こってきますよね。あのドローンに限って言えばね、その精神的ショックあってもこれでその原発に銃弾被害を及ぼすのはほとんど無理ですけど、ただ原子力発電所の守りは空が弱いっていうのは歴然たる事実なんです。低空脅威っていうんです。どうしましょうか。これは空はこれは本来は原発の上は飛行あれとあらゆるも飛行禁止にして、これが来たら撃墜するようにならなきゃいけない。現在は飛行はある程度のところは できます。飛行禁止なんかになってます。自由自在、はい、そのあたり改正必要です、うん、ただね、その要するに原発がそのテロの対象になるかどうかっていう問題をあれする場合にね、実はね、昔です。昔っていうよりは要するに何時のオウムのね、松本のサレン事件がありましたね、あの前昔あの前くらいの時にね、実は北朝鮮がね核の開発をやろうとしてるというような疑惑が出たんですね。その時に北朝鮮は公式にね何を言ったかっていうと、我々は核の開発を知る必要ないんだと、なぜならばね、日本を見てごらんなさいと、海岸から40メートルのところにみんな原発がありますと、あそこへ浸透してね、そしてあそこを爆破すれば日本に対して核攻撃やったのと同じ効果がありますと、非常にオープンな状態でこういうことをね彼らは言ったわけですよ。そこで今のその北朝鮮のね誰かがあそこに入ってるんじゃないかとかなんかっていうようなことも大変、そういう意味から言いますと大変危険なことですけれども、プロさんぜひお伺いしたいんですけども、いやこのテロがもし仮に発生した場合に、その我々がこう避難をする、自らの命を守るための手順であったり、そうしたこの指揮命令系統の整備だ、このあたりは今これはねやっぱり相当進んでますね、現実には進んでますけど、で訓練もあの頻繁にやってます。であの9月1日だけじゃなくてですね、あの地方自治体が、まあ、これは主体的にやるんですが、立地庁、やっぱりやってますね。ただそれは完璧かったら、そうではないと思います。やっぱりこれは普段の見直しをして対応していく、それからやっぱりそのハードウェアも大切なんですけどね、やっぱりソフトなんですよ。先ほど ねおっしゃったように、もっと国民がそういうリスクがあるんだという常に意識を持つこと、これはフィフィが言ってたからね、これがフィフィさん言ったね、それはあるし、それは大切なんですよね。原発の作業員に関しても、あの国は日本は国家単位で原発を売ろうとしているわけですよ、海外に。なのにあの管理の方は民間っていう。ここからは東建コーポレーション神話青汁とご覧のスポンサーの提供でお送りします。こういう警備をしてるっていうことは。
域情報サイトホームメイトリサーチ、あなたの街の情報を写真で、動画で、口コミで投稿してください。施設検索ホームメイトリサーチ。青汁には加工青汁と無添加青汁があるのをご存知ですか？神話青汁は日本一の安心そして安全にこだわります。初回ご購入キャンペーン実施中、神話青汁で検索。今日は僕の通帳ができる。お母さんとお父さんと一緒の。お待たせいたしました。ありがとう。いっぱい貯めようね。あなたの町の頼れる信用金庫、瀬戸信用金庫。人間ってやっぱりちょっとバカなんですかね。でもだからこそ面白い。どうせならスケールのでかいバカやらないと。勝てますかこの街に。アルファード名古屋トヨペット。名古屋トヨペット、スライダー参上。アルファード、エスクワイア、ボルテ、フッキュー。夢を叶えるスライドドアマ、スライダーに任せろ。名古屋トヨペット。日本、日本、メガネが日本で稼げ。日本、日本、メガネが日本で稼げ。メガネ赤砂だ。青汁には加工青汁と無添加青汁があるのをご存知ですか？神話青汁は日本一の安心そして安全にこだわります。初回ご購入キャンペーン実施中、神話青汁で検索。今回のアドマチは路地裏の銀座、小さな通りのみに注目します。ハイクオリティながら値段は手頃という美食の穴場へ。さて、国際テロ組織と知られるアルカイダなんですが、その幹部だった白人の男が実は新潟市に潜伏していました。2002年から1年以上にわたって偽造パスポートで日本に入国。彼らの狙いは日韓ワールドカップだったとも言われています。先ほど原発作業員の話でありましたけれども、海外から来た人たちをどう、ね、チェックしていくのか、ここは非常に大きな課題ですよね。また個人情報とか、ね、そういうことも関わってくる。でも今日、ね、北野さん、ね、これオウム ね、あの教訓が生かされてるか生かされてないかというところから始まったんですけど、これ聞いててどう思いました？さっき、いやだから今だからもうすごいなんか着々となんかいろんなことをオウムのことを生かしながらやってる途中過程なんだなっていうのはよくわかります。ただまださっき その僕らも知らんかったあのレシーバーの通信をどうするんだとか、情報一極にどう集めるんだとか、で今みたいな話聞くと、出入国のところの水際ですらこれどうなんだっていうのがまだまだ分からないですよね。ぜひはどう思う？いやもう本当にいまだにその例えば中東なんかとかも行く人がいるっていうね、例えばチュニジアとかエジプト行くんですよって言うけど、私たちですらちょっと例えばクーデターの後とかちょっと怖いなって思ってるのに、やっぱりその国の情勢に疎い、これは政府もそうだし国民もそうだけど、あまりそこを意識しないで自分たちがターゲットになるかもっていう意識がなくて生きて行っちゃうと、あとこっちの国内でもそうやって生きてる人たちが多くて日本ではないだろうと。古谷さん、政府も疎いって言ってますけどいやちゃんと注意情報出してやってるんですけどね、やっぱり日本は行動の自由があるんで、それでも行くったら羽交い締めにして、まあ、しばくわけいきませんから、まあ、じゃあだから何か起きた時に一つ大切なことはね、先ほども話しあったように、やっぱり自己責任なんです。自分これだけは徹底していただかないと、個人個人がないんですよね、個人個人の管理が、ね、僕はですか、これから先のことを考えれば、2020年の東京オリンピック、あそこでのサイバーテロとかね、これは個人 この自己責任じゃなくて、これ国家の問題としてね、これ最大のテーマですよね。これロンドンオリンピックのやっぱりね、教訓を生かさないといけない。全くその通りで、今だから閣議決定してね、例 の未然テロ対策を防止する行動計画、行動計画ですからかなり詳しいんですよ。それから、もう一つはその日本一安全な国、日本を作ると、これ両方とも閣議決定、そのために全省庁がもう今動き出して、当然国の予算もつけていろんな取り組みを始めて、2020年に向けて今ご指摘があった例えば入管の厳格化だとか IT をですね徹底的に使うと、からもう一つ、先ほど、サイバー犯罪のことありましたけど、国家的なサイバー犯罪もあれば、その端緒になるサイバー犯罪もあるんですね。でもその時に例えばログの保存って今日本は企業に
義務付けられてないんですよ、EU ではアメリカではもう全部ログの保存は半年から2年もうすぐ検証ができる、今なかった、やっとこれでね通信の秘密が憲法上のものがあるって言ってたのがやっとねこれできるようになった。青山さん、これ日本の安全はこれからも守られていくんですかね。まずあの東京オリンピックでの脅威っていうのは実はもうすでに想像を絶するものがあります、世界からお客さんを呼ばなきゃいけないでしょ、そうすると、まあ、自称イスラム国も含めて、どんどん入ってくるってことと今でもやっぱり今でも来てるじゃないですか、外国人いっぱい、その日じゃないんですか、その日じゃない、あの入管のチェックは甘いって話はあったけれども、しかしやっぱりチェックはしてますけれども、東京五輪に向けてやっぱりそこが緩むってことも心配ですし、それからマラソン競技のように必ずオープンでやることになっている競技もあって、1964年の東京オリンピックの成功体験が逆にあだになってしまう、あのように競技場をちゃんと作って秩序を正しくやればいいという観念あるでしょまだ。でもそれが実は2020年の東京五輪は全く性質が変わる、で5年の間に自称イスラム国はおそらく追い詰められていってより過激になって、アルカイダの文化もより過激になる、潜伏してね、入管ではね全然あのチェックできない問題はさっき の, そのサイバーテロなんですよね、やっぱりロンドンオリンピックの時も、開会式の直前にやっぱりあそこの電力システムを攻撃されるという情報が入って全部手動に切り替えたりしてるわけなんで、そういう情報をちゃんと取れるかどうかですよね。いいですか、これはね、あのやっぱりこの今までの国民の中の立場の違いを乗り越えるべきだと思うんですよ。というのはでそれは例えば憲法ですね、で憲法について例えば救助についてたくさん意見があるわけですけど、緊急事態条項を作って、北野さんがさっきおっしゃったことを要するに全部がバラバラに一生懸命やってますね、束ねないどうしたらいいんですかと、権限をで緊急事態にさらなきゃいけない、東京五輪が成功してほしいってことは どんな国民を連携できるはずですから、だから例えば憲法についても今までの思い込みから出して新しい視点で見れば、あの無事にオリンピックやれるけど、それできなかったらイデオロギー対立を乗り越えた議論、事前情報を、ね、集めることが非常に重要なんで、的確な、ね、そのためには、ね、今おっしゃったように緊急事態法もいいんですけど、例えば通信の秘密の、ね、解釈をどうするか、だからやっとこのログの保存一つがね、15年戦争がやっとこれで解決しつつあるわけですよ、ヨーロッパアメリカじゃ当たり前のようにやってる話ですからね、もっと若い人採用したらいいんじゃないですか、それの専門の人たちを、いや今ね実はね、もう警察は、あの正直言ってハッカーと言われる人たちを民間と委託してやってますし、それからあとハッカーの国際大会に警察庁の専門家が今どんどん出てやって、一時は予選落ちばっかり、だけど今ね決勝戦まで残ってます、サイバーセキュリティセンターもね作ろうとしてます、2020年まで時に迎えられますから、いやこれは迎えないという日本の国家としての責任です。